全身が硬い。何か打つ手は。ミカサ、一旦鎧の巨人から距離を取って奴の弱点を探すんだ。くそ、俺らじゃ何もできねえのか。いや、本当に全身が石像のように硬いのならあんな風に動けないはずだ。昔戦争で使ってた鎧にも鉄で覆えない部分がある。脇やまた、あとは膝の裏側だ。二人の首を跳ね落としていれば最大のチャンスを私ならできたはず。なぜ次はない。次はもうない。ないな。お前は本当に優秀なやつだった。俺もお前みたいに強くなれたらいいなとか思ってたっけ。ないな。今お前がどんな顔してんのか知らねえが、お前ら本当にクソ野郎だよ。お前の正義感に溢れたあの面構えを思い出すだけで吐き気がしてくんだよ。完璧だろ。どうせ倒されんならいいぜ、その首よこせ。なあガキだ。止まった。あの位置は。周囲を警戒しろ。巨人を呼んだぞ。周囲に他の巨人は見当たりません。上だ、避け。